こんにちは。今日はハオの新製品のベースライナーについてちょっと今日は思想していこうと思います。で、今日はもうぶっつけ本番で、まあ、やっていきます。ノー編集ノーカットでやろうと思ってますのでお付き合いください。今日うちのスタジオの中なんですけど、これが僕のメインのペダルボードです。で、実はこの試作品のようなやつが、これ中身がハオなんですね。ハオで特注で作ってもらった、ディストーションです。これは僕専用のディストーションで、まあ、ヨーロッパのツアーなんかでもこれを全部使用してきた僕のメインの歪みになってます。まあ、それ以外はですね、まあ、皆さんもおそらく買えるような一般的なこの機材になってます。で、今日はこのベースライナーの使い方なんですけど、まあ、一般的な皆さんがレポートしたりとかですね、もうたくさんのプロの方がレビューしたような内容については、まあ、あえてあまり触れずにですね、ちょっと違った使い方をやってみようかなと思います。で、使うベースも僕のメインではないんですけど、これまたよく、まあ、皆さんが買えるようなというか一般的に売ってるこちらエリオスというメーカーの、まあ、入門モデル的なものなんですけど、こちらのジャズベースタイプを使おうと思います。で、こちらはもちろん今回はねプリアンプの説明なので、プリアンプは使わずにパッシブの状態で、まあ、弾いていろいろアイデアをご紹介したいなと思います。それではですね、ちょっと固定をしてこちらでやっていきましょう。はい、それではこれまずオンにしてみますね。これは普通の今パッシブの状態で、今はちょっとこれを5対5ぐらい鳴らしてるとかな。これは今ちなみに PA で鳴らしてまして、ベースアンプは使ってません。で、できるだけこうピュアな感じというイメージでこうちょっと今やってるんですけど、これだとですね、ちょっとリア寄りで今弾いてますけど、ちょっと僕にはパンチがないなってやっぱり思うんですよ。で、そういう場合ちょっとオンしてもらいます。少し今プッシュしてる感じですかね。ほとんど今これだとフラットに近い状態なんですけど、オンにしてもらって、で、自分が欲しい帯域をプッシュしてもらう。僕はちょっとこれミッドが足りない気がするんで、このローミッドのあたりを、とこのあたりかな。かなり効きますよ。低音が足りない気がするんで、これで、ちょっとこう早めなフレーズを弾いた時なんかに何もかけてないとやっぱり音のついてくる感じがちょっと弱いかなと思うんですけど、こうミッド、ローミッドあたりをきちっとついてもらうとですね、コロコロっと転がるような雰囲気の音が、すごく表現しやすいかなと思います。で、もちろんこれですね、音量はちょっと今ついてますけど、もうちょっとこうインプットのゲインを上げてもらってやると、こう歪んでくるんですね。で、 PA でなかなか僕の今家の PA は歪みにくいんですけど、しっかりクリップしてくれていい意味で、何もかけてないと、ちょっと弱い感じが、
これだと十分、好みに合った音を作ってくれますね。で僕はベースアンプ持って歩くってことがほとんどないので、まあ、平常はプリアンプがついたベースを使ってるので、その中のプリアンプで補正することが多いんですけど、まあ、僕は普通のプレジションベースも持ってますし、パッシブベースもたくさん持ってるので、そういったものを使う場合にやっぱりベースアンプだけじゃなくて、こういうものを常に持ち歩いて自分で補正できるっていうのはすごくいいなと思います。で、まあ、これは、まあ、一般的なおそらく使い方なんですけど、今日やってみたのは実はですね、これをダイレクトアウトっていうのがあって、これをチューナーとして使ってますっていう人が多かったんですけど、僕はこれをステレオアウトの、システムを組むよということで提案してみたいなと思います。で、これがどうなってるかというと、今ですね、こちらの普通のアウトプットっていうのは、今こっちかな、 PA のここにも直接今入って音作りをしてます。で、それと別系統を普段使ってるエフェクターを通って、まあ今回ここにはフィル・ジョーンズのベースバディを僕は普段使ってるので、これで本来は音いつも鳴らしてるんですけど、これで2系統、まあよくあるビリー・シーンがやってるようなベースアンプ2台を使ってやるというような手法をちょっとやってみたい。で、これはライブだけじゃなくてですね、レコーディングなんかで2チャンネルを使って違った音をもう同時に録音しておいて、後でミックスをするというような使い方ができると思います。じゃあちょっとですね、そう思って聞いてくださいね。で、どうなったかというのをやってみたいと思います。ではですね、今の状態だとこっちが今ミュートかけてるんで、一切ここの音は通ってないんですよ。で、ちょっと今クリップしすぎなんで、ちょっと音を。まあこれで生の音、いい音を作っておいて、こっちでどちらかというと飛び道具的な音を作っちゃうわけですね。で、今回僕はピッチシフターかけて、ここにディストーションかけます。で、何もかかって、当然今はかかってないんだけど、これをミュート外したらどうなるかというと、ダイレクトアウトがここを通過して音が出ますので、見ててくださいね。このように2系統分かれたものをミックスして使うことができます。で、もちろんこの中にですね、これは歪みの音じゃなくても、例えばワウの音なんかを入れといて、ダイレクトの音の音質は守ったままで、これをオンすると、モノに聞いた感じはないんだけど、うっすらと、こういうね、飛び道具的な音、ちょっとこちらの音だけの場合どうするかというと、こっちをミュートかけてしまうとエフェクトの音だけ出ます。これにを外すとですね、生の音が混じるので、そうすると、
今日ちょっと紹介したのはこのような飛び道具的な使い方でもあるんですけど、レコーディングなんかではエフェクトをやっぱりかけて雰囲気は出したいけど、ダイレクトの音も取っておかないと後々入れ替えるのが非常に困るとか、まあ、そういったことも出てくるので、これでダイレクトの音を取っておいて、まあ、こちらのダイレクトアウトという方で、エフェクトをかけて、まあ、もちろんこの逆音もいいんですけど、こういった使い方をするとですね、別の変わった音を両方作っておいて切り替えてエフェクトだけ原音だけ同時に混ぜる、まあ、みたいな、あんまりベースではしないかもしれないけど、こういったこともできるし、まあ、自分仕様のこう今みたいにもろに混ぜちゃうと、まあ、いかにも飛び道具って感じになっちゃうんだけど、まあ、うっすら混ぜてあげる、これはまあアンプの方で調整するとして、こううっすら混ぜて自分らしい新しいベースの音を作るっていうのもあるかなと思う。ということで、ちょっとむちゃくちゃな飛び道具みたいな音ばっかしを紹介したようですけど、このプリアンプの性能の良さを生かして本当に使える音っていうのは使って、なおかつライブハウスなんかで例えばギターアンプをね1台貸してもらって、こういうふうにステレオアウトして片方はギターアンプに突っ込んで、まあ、サイドギター的な音を同時に鳴らしてしまうとか、必ずしもベースアンプ2台持って歩く必要はないので、こういったこうフィル・ジョーンズの新しいちっちゃなベースアンプ、こういったものも持ち込んでですね、鳴らしてマイクで拾ってもらうってやると、簡易的な、まあ、ビリーシーンのようなステレオアウトみたいなことをやることも、まあ、できます。まあ、もちろんこの原音の良さっていうのがあってのことなんで、まあ、こういう本当に刺した時のバイパスする音の、違いがすごく少ない原音に忠実なプリアンプっていうのを性能を生かしつつですね、まあ、ぜひこの飛び道具、まあ、ベースは必ずしもベースらしい音じゃなくて、まあ、ムーグのシンセサイザーみたいな音とか、まあ、シンセベースの音だと本当にいろんな個性がある音を作ってみんなやってるので、まあ、こういうエレクトリックベースもですね、必ずしもみんな同じような音を出すんじゃなくて、ちょっと変わったアイデアをしてですね、まあ、次の世代のベースの人はこういう音をこの時代に作ったんだよっていうのを作ってもらえると面白いかなと思います。ということで、まあ、第1弾ですけど、僕のベースライナーの思想レポートをこれで一旦終わろうと思います。ありがとうございました。